お疲れ様です。内海です。今回ちょっと珍しい企画というか、まあ初めての試みなんですけど、デスクツアーっていうのをね、やってみようかと思いまして、この環境の写真とかもしょっちゅうツイッターとかに上げてると、何使ってるんですかって聞かれることも多いんですよね。高級なものとか別に使ってないんですけど、で、大体買ったものは YouTube で公開もしてるんですけどね。ただ、まとめてそういえば紹介したことなかったなと思うので、今回は今何を使ってるか、で、それ買った時いくらで買ったか、その辺をちょっと紹介していこうと思います。はい。じゃあまずはですね、デスクツアーなんで、デスクからいきます。はい、こちら。まあ、このデスクですね。まあ、一見ちょっとなんかいい感じの木を使ってるような高そうなデスクに見えるかなと思ってこれちょっと買ったんですけど、これはですね、ニトリです。ニトリの N-STEIN120BR っていう、まあ、値段が 11,990 円の普通の、まあ、デスクですね。でかなりお安い割に幅もしっかりとありまして、奥行きもちゃんとありまして、 DTM したりとかそういう用途にも全然使えるレベルの作業場の広さもありますし、で見た目もまあちゃんとしてるというか、こう一見ねニトリの店舗で行ったら分かるんですけど、こうパーッと見比べて一番こうちゃんとしたように見えるんですよね。なので買いました。で実際使ってみてかなりいいですね。難点があるとすれば、物を落としたりするとすぐ剥げます。こことかも重いもの落としたらちょっと凹んだ跡が残っちゃうというか、あとここもこの間重いもの落としたら剥げました。上のこうプリント部分だけですね。まあそういうのが長く使えば使うほど傷はつくんですけど、天然の木とかみたいにね、いい味にはならないんですけどね。ただ、まあ、約1万2000円で買えるこのクラスのデスクとしてはかなりコスパが高いかなと思ってこれを買いました。買ってもう1年ぐらい経つんですけど、まあ、かなり満足してますね。本当にちょうどいい商品だと思いましたね。で次チェアですね。今座ってる椅子です。はい、この椅子です。こちらも同じくニトリですね。バジーヨ BK っていう、これが 15,990 円の普通のワークチェアですね。でこれ選んだ理由がまずここですね。アームレスト跳ね上げ式っていう、まあ、これも必須ですよね、ギター弾く方は。あとは癖のない座り心地がすごい魅力的です。これとこれの1個前に使ってた椅子がすごく 3D な感じの座面で、逆になんか疲れる感じだったんですよね。でこれは本当にいわゆるその仕事でも使われる感じのなんか普通のこう標準的な座面っていうか、でまあメッシュなんですけど、あんまりこう人間工学にのっとったみたいな感じじゃないんですよ。一般的な普通な感じの形でメッシュなんで、まあ、ちょうどよく無難な座り心地、長時間座っても無難っていう感じで、個人的にはすごくこれいいと思いました。1万5000円で買える椅子としてはまあいいんじゃないかなっていう感じですね。ヘッドレストも高く変えられたりとか、リクライニングはできないんですけど少し傾く、ロッキングチェアって感じですね。そんなに傾くこともないかなと思ったんで、これで十分かなと思いました。ちょうどいいですね。ニトリは本当に、まあ、お値段以上ですよね。すごくちょうどいいと思います。はい、では次はメイン PC ですね。がこちらになります。アップルの M2MacMini です。はい、これもいろいろ MacBook Pro にしようか iMac にしようか悩んで MacMini にしました。でこれスペックちょっとカスタムしてあって、メモリは 24GB、 M2 で一番盛れるとこまで盛りまして、でストレージは SSD の 1TB にしてます。でこちら金額が196,800円ということで、高いっすよね本当。でもこのくらいやっとかないともう動画編集には全く対応できないんで、ちょっとね、まあ、自分の趣味を楽しむためにも頑張りました。本当に M2 素晴らしいですね。今のところ DAW のキューベースも、あと動画編集のダヴィンチリゾルブも全く固まらずにすごくスムーズに操作できているので、まあ、M2 にしてよかったなと思ってます。で次キーボードですね。こちらも同じく Apple のマジックキーボードです。でテンキー付きのやつになってます。タッチ ID もついてますね。でこれが金額が 25,800円です。これもまあ高いんですけどね、高いんですけどやっぱりアップル純正品使いたいんですよ。そういう感じでこれにしました。これもちょっとねこうキーボードのストロークが浅いっていうか、パチパチパチって感じなんで、嫌いな人は結構嫌いだと思うんですけど、私はまあ好きな感触なんでこれにしました。で次こちらですね、トラックパッドです。まあこちらもアップルのマジックトラックパッドですね。これも価格は 19,800円、高いっすよね。ここだけで 45,000円ですからね。ちょっとまあ高いんですけどね、やっぱ純正品って安心感があるんですよね。あとはこう個人的にはマウスよりもなんかこれで操作した方が動画編集とかはまあ慣れてるんでこれでやってます。はい、そんな感じですね。では次は次こちらですね、モニターです。 BenQ の GW2480T っていうモニターですね。24インチのモニターです。で24インチでフル HD なんですよね。これ最初はもう少し大きい 4K モニターが欲しかったんですけど、結構な値段するんで、なので、まあ、これのサイズのフル HD にしました。で元々が iMac の 4K モニター使ってたんで、すごいやっぱ滑らかだったんですよね。でこっちに関してはやっぱり文字とかが少しこう粗いっていうかザラザラって感じになっちゃうんですけど、まあ自分がそこを我慢すればいいだけなので、まあそんなに本当
一個一個にお金かけてられない部分もありましたので、これに関しては最低限の作業に支障がないものにしました。でこれ価格が 16,200円でした。まあまあまあですよね。 Mac mini とモニターつないでる HDMI ケーブルはベルキンのハイスピード HDMI ケーブルってやつで、 2m4800円のものを Mac mini 買った時にセットで買っておきました。まあ特にいい悪いは分からないですね。で次がこちらです。オーディオインターフェースですね。これがユニバーサルオーディオのボルト476です。価格が、まあ、買った時4万409円でした。でこれは本当に買ってよかったなって思う機材の一つで、まあ、すごい楽にちょうどいい感じの音が取れるっていうイメージですかね、私の中では、まあ、コンプレッサーとマイクプリアンプがついてるんですよ。でそれオンオフも切り替えられるんですけど、基本私はずっとこれをつけたまま今もこの声とかも取ってますし、ギターも取ったりしてるんですけど、ちょうどいいんですよね。すごく自分好みな音に取れる感じになるんですよ。こういうオーディオインターフェースも上を見たらキリがないと思うんですけど、ユニバーサルオーディオボルトはすごくいいなっていう。操作も分かりやすい、ノブも大きいですし、でこの結構個人的に好きなのがヘッドホンの音質がいいんですかね、あの音もすごく大きくなりますし、前使ったインターフェースはヘッドホンの音量がすごいちっちゃくてこれすごいいいんですよ。あの全然ボリューム上げなくてもちゃんと自分でモニターできるんで、ヘッドホンアウトも優秀ですし、個人的には買ってよかった、ものすごく良かった商品の一つになってます。で次がこちらですね。こちらがモニタースピーカーです。 IK マルチメディアの iLoud マイクロモニターっていう、価格が 44,000 円で買いました。これも本当に買ってよかったなと思って、普通のモニタースピーカー使ってたんですよね、この1個前で。その前も普通のモニタースピーカー使ってて、でまあ大きいの使ったりもしてたんですけど、これかなり小型なんですよね。すごくちっちゃいサイズなんですけど、ものすごいこう再生能力高くて、低音から高音まで、まあ低音強めなんですけど、そこはちゃんと調整もできるんで、すごくいいバランスで、しかもスピーカースタンド使わずにデスク直置きで足を出して傾けてるだけなんですけど、もうすごいいいんですよ。で今まで例えばなんかこう耳こぶする時とか作業する時、結構ヘッドホン使って作業することが多かったんですけど、これにしてからこの日中の作業とか夜の作業も、ここからの出音が一番耳から遠いんですけど、もうすごくこう情報量の多い音を出してくれて、ヘッドホンと変わらないような印象で使えるっていうのがすごくいいと思いました。これも、まあ、44,000円、ちょっと高いと思うんですよね。高めなんですけど、すごく良かったです。これはもっと早く買うべきだったっていうモニタースピーカーだと思いますね。個人的には買って全く損はしないと思いました。でインターフェースとモニタースピーカーつないでるケーブルはこれなんですけど、オーディオテクニカの AT581A っていう 1.5 メートルの RCA とフォンのケーブルですね。これ1670円で買いました。はい、次こちらですね。私が普段ずっとこう声とか撮るのに使ってるマイクで、オーディオテクニカの AT2035 っていう、まあ、ごく普通のコンデンサーマイクですね。でこれ 17,800 円です。このマイクホルダーもセットで売ってるタイプですね。すごくいいと思います。で、これも本当に味付けのない普通の音が取れるっていう感じですかね。フラット気味の音が取れるっていう感じ。まあちょっと調整もいろいろできるんですけど、まあ何も調整せず使ってるんですけど、まあコンデンサーマイクとして最低限の機能が備わってるかなっていう感じですね。だから今のところ買い替えるつもりもないですし、もう壊れない限りずっとこれ使っていこうかなと思うぐらい。エントリークラスですけど、本当にいいかなと思うマイクですね。はい、でこのケーブルなんですけど、これサウンドハウスのクラシックプロの普通のケーブルです。クラシックプロ MIX050 っていう 5m のキャノンケーブルですね。これ買った時600円でした。でこのマイクアームですね、これもサウンドハウスです。クラシックプロの CDA30B っていうマイクアームで2580円で買いました。これ出た頃にすぐ買ったんですけど、こうネジを締めて固定するタイプですね。だからちょっとマイクが重い時は垂れ下がったりしちゃうんですけど、ギューッと締め込めばそんなに問題ないかなって感じですね。まあ、これも特に理由がなければずっと使い続けようかなと思ってるマイクアームです。はい、次はヘッドホンですね。こちらがオーディオテクニカの ATHM50X っていう、まあ、世界標準って言われるモニターヘッドホンですね。17,500 円で購入しました。これも本当にお気に入りですね。もうこれ以外のモニターヘッドホンに全く興味が湧かないぐらいこれを気に入ってます。で、特徴なんですけど、もう本当、とにかくクリアなんですよ、音が。音がクリアで、普通のリスニングとしてもこれ使えますし、で、モニターとしても、もちろん、綺麗にクリアに聞こえて、ちょっと低音は確かに強めなんですよ。そういったことよく言われるんですけど、もうその低音も、うるさい低音じゃなくて、すごくタイトに引き締まった感じで、まあ、ちょっと強調される感じなんですよね。だから全く邪魔じゃなくて、むしろ、いろんなこう、聞き取りやすさに、それが寄与してる感じもするんですよね。で、付け心地もとてもいいですし、調整幅も広くて、頭が大きくても、安心して付けられるっていう。本当にお気に入りのモニターヘッドホンです。これはおすすめです。で次なんですけど、ここですね、ヘッドホンスタンドです。これが Amazon で買ったんですけど、イオーノっていう名前のヘッドホンスタンドです。1499円でした。
で、これはこう自由に動きまして、で、このデスクの下にパッと貼り付けたんですけど、で、こうかけられると。こんな感じですね。まあ、なるべく邪魔なところに置きたくなかったので、こういう適当に安いの買ってかけておいてます。すごく便利ですね。これパッと置けるんで。はい。こんな感じになってます。で、最後これですね。1個前の動画でも紹介した、買ったばかりのカインズのオリジナルブランド、クミモクの電源タップですね。これが4国字スチール AC タップっていうやつで、2980円でした。もう質感だけでこれは買いました。すごく安定もしてます。フラグも安定して差し込めますし、スチール筐体なので、踏んでも平気らしいですね。はい。すごくいいんじゃないですかね、これ。かっこいいです、とにかく。はい。じゃあこんな感じでデスクツアーやってみました。購入当時の金額で、合計の金額出してみたんですけど、42万418円っていう金額でした。まあ、高いのですがちょっとわかんないんですけど、ほとんど去年くらいから集めたやつなんですよね。いろいろこう機材の入れ替えもあったりして、今年の頭ぐらいからバーって集めて。で、まあ個人的に今結構完成してるかなっていう感じです。もう、あんまこうガチガチの機材を置くつもりもありませんし、自分が最低限今の活動していく上で必要かなっていう、最低限必要だけど、少しいいものをっていう感じで集めてきたので、すごく今満足した活動ができてますね。はい。こんな、自分が持ってるものを紹介しただけなんですけど、誰かの参考になればと思いますので、動画作ってみました。はい。ということで今回は、内海の機材部屋のデスクツアーでした。ご視聴ありがとうございました。